少子高齢化の進展や医療技術の進歩により看護職の需要は高まるばかりです。それに伴い医療現場では看護職の不足が今後ますます深刻になっていくことが予測されます。現在県では看護職を目指す人材を増やすためのさまざまな取り組みを行っています。山口県立萩看護学校では将来の看護師を目指して多くの若者が学科や実技などを日々学んでいます。この日は患者さんをベッドから安全に移動させるための単位変換の技術練習が行われました。いきますよ、3、2、1。これまでに県立萩看護学校を巣立った1500人の卒業生が現在看護師として活躍しています。この学校での勉強を通して将来どんな看護師になりたいですか？私は先を見越した行動ができ患者さんに頼りにされる看護師になりたいと思います。どんな時でも臨機応変に迅速な対応ができて頼られるような看護師になりたいと考えています。私は患者さんにもご家族にもしっかりと寄り添えるような看護師になりたいと思います。寄り添うっていうことはすごく難しいことだと思いますが、自分なりにその看護の仕方を一人一人に応じた看護の仕方を考えていきたいと考えています。多くの若者が看護師になるために真剣に学んでいますね。県では看護職の人材を増やすためにどのような取り組みを行っているんでしょうか？はい、県では看護職に興味を持ってもらうために中高生には県内の病院で実際の現場を体験することができる1日ナース体験のほか、小中高生にはミニナース体験や看護の進路相談など看護の魅力が発見できるワークショップなどを実施しています。また看護職を目指す方へ進学情報や県内の病院の給食情報を知ることができる看護職員総合情報サイト山口ナースネットを立ち上げ、看護職についてさまざまな情報を発信しています。山口ナースネットでは看護職についてさまざまな情報をメールでも発信しています。ご不明な点は県医療政策課までお問い合わせください。看護職は人々の命と暮らしを支える高い専門性を持つ職業です。あなたのやる気を看護職で生かしてみませんか？